こんにちは、石川です。いつも私のチャンネルを見ていただきありがとうございます。会計法って英語で何という答えは、コーストガードローコーストはスペルが COAST ですのでお間違いなく。 フィリスターのツイート中国海警は言っている海警の巡視船に積んでいる76ミリ砲は海賊やテロリズムと戦うために警告射撃をするためのものだってちなみに76ミリ炭素速射砲は日本では護衛艦村雨級、朝霧級 初雪級などの軍艦に積まれている。海保の艦艇でこれほどの重武装をしている船はないオーストラリアの The Strategist 米国海軍戦争大学のライアン・マーティンソン先生の機構法案の形で10月に発表されて以来中国の新しい海警法は 世界でたくさんのニュースの報道と分析の対象となってきている。開示法令がこれほどまでに国際的な注目を集めることはめったにないが、この場合は当然のことだ。なぜならば、中国会計局はこの15年間、長い間主張されてきたものの中国がめったに訪れたことがなかった地域への中国の 海上領土拡大を主導してきたからだマーティンソンそれらの多くの記事がこの中国の新しい法律の武力行使の条項に焦点を合わせてきたこれまで中国海警局は北京の戦略的かつ運用上の目標を達成するためにさまざまな強引な戦術を採用してきた 例えば昨年2020年4月3500トンの中国海警局の船がベトナム領海で操業していたベトナムの漁船に体当たりしてこのベトナム漁船を沈没させた北京は木造船のベトナム船が海警局の船に体当たりしてきたなどと信じられない言い訳をしたしかしそれでも中国は 今までは外国に対して武力そのものを使用することは一応避けてきたのだ。しかし、この新しい会計法でそれが変わる。中国はこれからは武器を使用すると公言したのだ。中国の新しい会計法の第47条は、武装した中国会計局の職員が 中国が主張する海域で違法に操業する外国船に対して強襲して乗り込むことを許可している。第48条は沿岸警備隊が武器やその他の危険な方法による攻撃に直面した場合に艦載武器、つまり艦砲の使用を許可している。さらに曖昧なことに第22条は海警が 武力の行使を含むすべての必要な手段を採用して中国の主権及び管轄権を侵害していると中国が認めた外国人を阻止することを認めているのだ。マーティンソン。中国政府は中国が青い国土と呼ぶ300万平方キロ。 の海域の管轄権を主張していることは明らかだ。これは北海湾、航海のほとんど、係争中の尖閣周辺の海域を含む沖縄海溝までの東シナ海、そして南シナ海の九断線内の全部の海域が中国領海だと中国は言っているのだ。中共自身の計算によれば、 この領域の半分以上は他の国々との競争地帯である。マーティンソン2月19日のアメリカ国務省の記者会見さて、中国問題については、米国はフィリピン、ベトナム、インドネシア、日本、及びその他の国々と共に、 現在進行中の領海紛争や海事紛争をエスカレートさせる可能性がある中国が最近制定した海警法に懸念を表明するアメリカ国務省広報官ネッド・プライスアメリカ国務省我々は特に中国海警局による武力の行使の可能性 東シナ海及び南シナ海で進行中の領海領土及び海事紛争における中国の主張の実力行使に明確に結びつけるその法律の文言に懸念を抱いているアメリカ国務省広報官ネッド・プライスニューズウィーク米国国防総省は 日本の尖閣諸島海域に中国海警艦船が多くの侵入を繰り返していることはミスカリキュレーション、誤算を招くとして中国政府に対して侵入をやめるように警告した中国海警の船と日本の海保の船との比較です 中国海警局、シューチャ2型、約4000トン。それに対して、日本の海保、竹富型、1500トン。次に、中国海警局の、ハイジン31239型、2300トン。それに対して、日本の海保、ハテルマ型、1300トン。 そして、中国海警局、ハイジン2901型、12000トン。それに対して、日本の海保の敷島型、6500トン。こちら、中国のハイジン2901型は、76ミリ砲を積んでおります。そして、えー、し日本の海保の敷島型は、 3 5ミリ砲を積んでいます今日はこの辺にしたいと思いますお気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた